いやちゃよ、ライジョンです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場やっていきたいと思います。で、このペッカ工場なんですけどね、もう一つね、ペッカ工場ということで、普段ね、ここが、マジアチュだったり、サンガゴだったりですね。で、ここがゴースト。で、ここがユーノになってるんですけど、まあ、トリトンもね、今の環境ではありますね。はい、なんですけど、まあ、それがね、一番なんだろう、有名なね、っていうか、まあ、まあ、テンプレになってるんですけど、今回ね、紹介するのはこの、ダクプリとベビドラが入ってる、まあ、ペッカ工場で、ね、いつも俺がやってるのは、陸気がない時に、ゴーストを端前投げたり、ユーノ端前投げたりね、するんですけど、今回のね、ペッカ工場はそうではなくて、陸気コガスがよりも、ペッカとダクプリ、ベビドラをね、ペッカの後ろにつけて、あと工場とかをね、出していき、もうトリトンもね、つけてなんかもうサンクラ降りに行くみたいな、結構ゴリ押しができる感じのデッキになってますね。なんで、序盤にね、あんまり、なんだろう、サンコストとかがないので、小回りが効かなくて、そのね、2周目のホグとか2周目のバルーンに回転が追いつかなくて1本折られたりしますね、序盤に。なんですけど、逆に終盤の形が、いつも使ってるペッカ工場よりもね、だいぶ強いので、なんだろう、大型呪文がない敵とかには圧倒的に相性がいい。もう大型呪文がないだけで勝ちまであるですね。はい。とか、あとは、あったとしても、全然ね、なんかここら辺のベビドラとかね、ダックプリとか、ライトリングとかファイボーとかにも余裕で耐えるんで、まあ、ロケットだとね、全部飛んじゃうんですけど、まあそんな感じで結構ね、呪文にも強くなっているので、アチアチなデッキになっております。で、今この方もね、ちょっと流行っていて、なのでね、まあ、サンガ型とかね、あ、まだ手札把握できないよとか、そういう人にはね、結構おすすめかなという感じになっております。なんで、ゴーストとかよりも、まあこれは全然序盤待っていいですね。ただ待つのつまんないんでね、ザッペイ手札回していきます。で、小島場とかをね、後ろから流していき、序盤はもう様子見ですね。はい、これ様子見ですねって申し訳ないですけど、これね、ダックプリにはね、ペッカ合わせるのがね、最前提なんですよね。そう、後でね、理由をね、ちょっと解説も今するか。今ペッカ対面の時に先にダックプリとか言うのをね、ペッカで受けちゃった方がもう3襟分ね、得しちゃうんですよ。そうなんで、3エリ分得するとね、あとこのオーブンの位置には、この工場の位置で釣られないんでね、ここも小技として覚えておいてください。はい、ありがとうございます。って感じで、エレキを出していき、はい、ですね。で、ここは、ダクプリのタゲを、こいついいかな、使わねえし。よいしょ。はい。で、メガゴはね、だいぶ前のアップデで、弱体化入ってから、タワーね、無視してもタワー一発しか入んなくなったんですよ。そう。なんでね、ほっといてもいいです。全然ほっといちゃっていいです。今、対空が情けなので、このベビドラでね、嫌がらせをし、C なんですけど、エレックが、いや、エレキじゃない。メガゴですね。メガッチャンなので、これペッカとかありそうな顔してるんですよね、結構。でこれもう一枚多分陸が出るんで、ペッカ出しちゃいます。出なかったら、笑っちゃうね。で、これ、もし、スケラが来るのかな、もしかしたら。来ない。なるほど。スケラが来ないのであれば、お、これは来そうな顔しているので、先に形を作っちゃいます。はい、よいしょ。で、こいつは、あ、これは、キング起動しようかな。よいしょ。この位置ですね。あー、違う！もう一個隣だった。でも、ダックプリアだったらいけるかな。いけなーい！ごめんなさーい！いけなかったー！あー、もったいない、今の。あー、切れそう。いや、マジで、キング起動。なんでなの？よいしょ。よいしょ。なんでさ、そうやって、ベビドラから竹取っちゃってなって話なんですけど、こういうことなんですよ。もうね、形を作ってね、バチコンって決め切るだけで、もうね、いっちゃうんですよね。本当に。なんで、あとは対空でね、マウント取りながら、もう相手のデッキがね、わからないままに GG という感じでね、デッキのね、パワーがね、めちゃくちゃある。俺もこういうデッキ大好きなんで、ね、強いデッキを使うのがね、本当に好きなんですよね。やっぱ、大事なんでね、そこはクララにおいて。ってことで、まあ、とりあえずね、相手のデッキ何だったんだろう、全然わかんなかった。スケラだと思うんだけどな。うん、はい。もうね、スケラって分かってる時点で俺の勝ちですね。どんどん行きましょう、どんどん。もう形作るだけでいける。
そう、トリトンがね、今みたいにその対空ぶっ詰め、そのベビーメガゴ、ベビーメガゴタイプにはあんまりね、ペッカの城にトリトンつけても逆にね、意味ないんですよ。そう、ベビーメガゴタイプには小出しにして、あれですね、はい、ベビドラをつけたりで、ペッカの城にベビドラつけたりだとか、ダックプリつけたりだとかね、そういう感じのがね、いいんだよって。鬼カムは、鬼カムはマジで。よいしょ、ほなほなつけちゃおうって感じですね。テスラってことは、うーん、クロスちゃんかな、俺の僕の第一期なって感じですね。ほんとね、クロスのね、悪いこと言ったらね、すぐクロス界がねコメント欄に現れてね、クロス扱うの難しいからね、うん、こういうことを言うのはやめてほしいですって言ってくるんですよね。やかましいわってなるんですけど、よいしょ、もうクロス使い、クロス、でもクロス使いにはね、クロス使いにはいい人はいるんですよ、実際。でも俺、はじめさん、はじめ社長いるじゃないですか、日本一のクロス使いぐらいしか関わりがある人がいないんですけどね、あの人はいい人っすね。もう、まあ、我々市民にもね、ちゃんと庶民だわ。やばい、話してたら変なんなってたら、あー、マジでクロス使い、本当にマジでマジで本当に、これ、アイゴレナサ、いや、あるかな、回ってるかな、これ。でも、これ、タイヤ変わり、あ、ファイボンになるか、これ。うぃ、甘い、甘すぎる。ありがとう、あ、しかも日本人だと危ねえ。ありがとうって送りそうになってた、今。すぐさらされちゃうんで、ね、ここは穏便に済ませましょう。ペッカ出しちゃいます。で、こっちもしね、クロス来てもベビドラとかだけで許容してあげて、ポイってペピラ投げてね、たまに割られちゃうんですけど、このクロスが残ってるとね、ここら辺ペッカが歩くときに、なんだろう、防衛クロスとして働いちゃうんですよね。そう、それが俺嫌なんで、でここら辺でトリトンワープしてあげれば、ペッカトリトン工場の形ができると。ペッカトリトンじゃねえや、全然ペッカトリトンじゃなかった、はい、てな感じで、こっち適当にね、手札回しでザップ打ってあげて、でここで相手はね、またエリクサをね、めちゃくちゃ裂くんですよ。こういうとこにケツペッカですね、ジャギンと2周目。まあここはね、マスケにポイズン打っちゃってもいいんですけど、やばっ、やっちいじゃん。あ、これあれだ、絶対ここに立てようとして橋を渡っちゃったやつだ、これ。やんちいかと思ったわ、びっくりしたわ。よいしょ、でこうやって形をね、バンバン作ってあげて、でこういうマスケにはポイズン打つと、はい、まあさっきのマスケにポイズン打ってたらね、これ回ってなくてポイズンだったので、まあよきよきさんですね。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ペッカ殴れ殴れ殴れー、やばい、シャシャったか、ワンチャン、ワンチャンシャシャったかもしれん、これはなあ、シャシャったかもしれんな、ワンチャン。でもクロス来ても別にペッカジャギーン出せばいいだけなんで、言うてもみたいなとこありますね。はいはいはい、真ん中警戒していきね。イエーイ、最高、いいよ、頑張って頑張っているな。 OK、 これであと5足りないので、テスラが解けた瞬間に真ん中トリトニアで、もう竹取った瞬間勝ち、はい勝ちです、もう勝ちです、これ殴るんで、ういって感じで、結構ね、良いですね。クロスにも勝てるペッカということで、激アチですね。まあ、さっきみたいに、その逆サイ結構ダメージ入っちゃったんですけどね。もうとりあえず、もうね、ご利用して1本打って。っていう感じで、あとは、ペッカーダクプリ、ペッカーベビドラ、プラストリトンの形を作ってあげるとね、こういう細かい系の相手に関しては、ペッカートリトンの形がね、やっぱ逆サイゴリ誘導もできなくなるし、マスケ、を手前に引っ張ってね、それをペッカが処理してくれたりするのってアーチアチになっております。ということで、どんどんいきましょう。なんでね、結構このデッキのポイントとしては、ペッカの後ろにね、何をつけるのがね、刺さるのかっていうのをね、考えることが大事ですね。でこれはね、結構難しいんですけど、まあ単純にね、相手の空が多かった、ベビーメガゴが多かったら、まあさっきも言ったんですけど、うー来てる、なんかベビーメガゴが多かったら、トリトンはつけずに、そう、理由はね、やっぱメガゴだけとかで処理されちゃうんで、トリトンはつけずにやっていくとい
ていう感じで、逆にね、アイスケースピがいっぱいいたら、もうとりあえず取りとね、わあ、うまい、それは何なんだよ。というのは冗談です。何なんだよは冗談です。なんですけどね、ちょっと切れそう、軽めに。まあ、この辺ね、ベビドラでね、やってあげれば、ダクネはね、もう働かないんで、全然。OK! これで、ピッカー、これな、マジでさ、どうしようかな、ほんとに。これメガゴに全持ってかれる、されは、マジで。全然ダメリード取ってなーい。足りない、こんなんじゃ。とりあえず、ゴレ展開される前に、古城ベーベリアンを出して、で、これトリトンね、出すと、ね、狛江はこっちに、クワイってなるんで、で、今トリトン出したのは理由があって、空ユニットで、なんだろう、瞬間火力出せるユニットって、メガゴしかいないんですよね。そう、なんで、メガゴがいない場合は、工場の防衛にベビドラを出してくることって少ないんですよ。そう、あんまりね、工場の防衛にベビドラってね、自分がベビドラ側の立場だったら、出したくないと思うんですよね。だから、ゴレの後ろにつくランバーだとかね、ダックプリだとか、そういうね、対地に対しての高火力のユニットが出てくることが多いんで、今みたいにメガゴ切った後は、読みでね、結果的には今ゴレが出てきたんですけど、そう、だからね、工場受けきれなくて今タワー折れちゃってるんですよ、相手がね。そう、だから相手の最前提としてはランバーとかね、ダックプリをね出すっていうのが最前提だったんで、そうした時にトリトン始まりに今みたいに出してあげるとね、ピューって引っ張ってね、もう美味しい感じになっちゃうんですね。なんでこれはトリトン、ピュッ、もうこれミニペで、本当あそこ相手はねミニペを出すのが最前提だったんですけどね、ちょっと甘えちゃったかなって感じですね。よしよしよし。で、これで2本折ったんで、あとはね、ガンイもしていけばいいんじゃないかなと思います。はい。で、これ防衛ポイズンね。手堅く防衛ポイズン貼ってあげて、まあ、もし始まりゴーレムが来たらね、おしゃトリトンでピュッてしてあげれば、ちょっとお手伝いしてあげようかなって感じで。引き寄せてあげて、GG という感じですね。はい、強い！強いですね。俺あんまね、サンコスト系ゴーストとかね、いうのとか大好きなんでね、あんまこういうゴリ押し型のね、ペッカ工場使わないんですけどね、使ってみたらやっぱ強いですね。はい。だし、これのいいところは、今やらなかったんですけど、いいところもう一つだってね、これもね、頭に入れて おいてほしいんですけど、結構大事なことです。はい。なんですけど、ゴレとかが来た時に、ペッカ合わせなきゃいけないって思う人いるじゃないですか。で、別に合わせる必要ってなくて、ゴレってトリトンだけでキング起動して8コスをね、3襟だけで抑えて、しかも、トリトンは無傷でカウンターに使えるんですよ。だからゴレの逆サイドにペッカプラスダックプリプラスの、ベビドラのね形とか作ってあげると、相手のねキング半回、もしくはゴレサイドに相手が全振りしてきたら、ペッカダックプリベビの方が絶対に早いんで、キング全開までいけるんですよ。そう、なんで、相手は絶対無視できない。なんで、ゴレが単体で来ることが多いんですね。そう。だから、相手がね、フル防衛した時に、トリトンだけで、キングにね、ゴレをピュッて捨ててあげて、キング起動するとかね。まあ、そういう技もあるんでね。あと、ラバーの時とかも、まあ、そうですね。とりあえず、やばい。喋りすぎて喉が。ってことで、大型の逆サイにね、ペッカを展開するっていうのも、頭のね、片隅にね、置いといてあげてください。ということで、今日はで終わりたいと思います。またね、ちょっと再生されないバグとかね、あって、ペッカバルーンの動画とかね、めちゃくちゃバグっちゃって、何回も何回も上げたんですけど、マジバグって。で、ケンチとかね、なんかポロンさんとかもね、なってるらしいんですよ、そう。だからね、定期的にもしかしたら、やばい。バグっちゃうかもしれないんですけど、めげずに頑張っていくので、よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。バイバイ。